皆さんこんにちは。ここからの30分は農業と食が紡ぐ未来の時間です。このパーソナリティは私森久美子です。よろしくお願いいたします。このコーナーは私たちが食べることを通して健康と農業の未来を共に考える番組です。今日はゲストに JA 北海道青年部協議会副会長の三住正弘さんをお迎えして、共同の力で食料の安定供給を担うをテーマにお話を伺います。三住さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日の番組は農業農村ふれあいネットワークの提供でお送りします。それでは三住さん、江別に住んでらっしゃって、はいはい、今日直接江別からお見えになったんですか？はい、そうです。はい、ありがとうございます。どれくらいかかる場所なんでしょうね？車で30分40分ぐらいですかね。あ、それ、はい、あ、そんな近いですか？はい、あの普通に安全運転 で、そうですか。そうですね、はい。あの三住さんのところには伺わせていただきましたが、三原、江別市三原、美しい原って書くんですね。はい、あのこうワードでですね、打ったら3つの原って出てきて、違ってるだろうってワードに怒ってたんですけど、はい、美しい原ってね、美しいところです。美しいところなんですね。はい、ちょっと江別の市内よりも、まあ、簡単に言えば岩見沢に寄った方向ですね。東別町とか新篠津村に近いところですね。はい、はい、そういうことで、見学もさせていただいたんですが、もう稲の収穫も終わってますし、それから大体の作物が終わり、まだ小豆の収穫だけは途中だったというような時期に10月の下旬に行かせていただきました。で、今日私のフェイスブックをご覧になった方は、写真を見てらっしゃるかもしれないんですが、JA 北海道、北海道農協青年部協議会の写真を見ると、三住さんが頭がちょこっと飛び出るぐらい、はい、皆さん割と大柄な方なのに、はい、三住さんが一番背が高い。そうですね、はい、一番偉そう、そうは言い偉そうな人です。はい、見えてしまう。はい、背何センチですか？186センチです。そうですか。はい、いいですね。遠くまで見渡せますね。はい、で、北海道農協青年部協議会副会長とご紹介しましたが、青年部協議会というのは、青年部は結構ねよく聞くことあるんですね。はい、例えば青年部がどこどこの JA の青年部が食育活動をしましたとか、直売しましたとかね、大玉フェスティバルに出ましたとか、いろいろありますね。はい、だけど青年部協議会って言ったらみんななんだか分かんなくなるんですよ。うん、だからその組織についてどういうふうな活動するとこなのか、どういう構成になってるのかをご説明お願いします。はい、私の北海道農協青年部協議会というところですね。はい、北海道約100の組織が青年部あるんですが、100もあるんですか。盟友数にしたら、我々盟友というんですけども、はい、その仲間たちは今年で約5200人くらいいる組織でして、その中の各なんとか青年部ってさっきおっしゃいましたけども、はい、そういう町の青年部たちを12の地区で、石狩地区だとか、あと私石狩なんですけど、はい、あとは道南地区だとか留萌だとか上川だとか、うん、っていうところの地区分けが12個あってですね、うん、そこの地区で取りまとめて、そのさらに12地区をまとめるというかですね、そことまた連絡を取り合うっていう組織が我々、うん、北海道の青年部協議会という形ですね。そうなんですね。で、会長職と副会長職何人ずついらっしゃるんですか？と、以前ラジオの方でここでお邪魔した、はい、高見会長一人ですね、はい、が会長さん、会長です。はい、で、私が副会長で、あと2人副会長いまして、はい、あとオホーツク地区で畑作専門の担当してます佐藤副会長という人と、はいはい、宗谷地区の酪農担当の池田副会長っていう、私米担当なんですけど、はい、その3人の副会長体制でやってます。うん、そうなんですか。あれですね、その副会長3人がそれぞれ、畑作と酪農と水田、はい、水と、水と、はい、で分かれて、はい、まあ、政策について要請することがあったり、要請もしますし、はい、あとはどんな、ただ集まって、まあ、内部の会議だけじゃなく、中央に青年部としての意見、あるいはその青年部イコール JA としての意見になることもあるでしょうけれども、はい、北海道の JA として、はい、お話しに行く機会も多いんですよね。そういう機会もありますし、はい、あとそれぞれの作物で、私は米の PR
イベントですとか、はい、そういうものに出たりだとか、あとは北海道内のそのお米についての会議とかに出て、はい、その会議の内容を青年部のみんなにもおつなぎするという、はい、仕事もしています。代表で会議に出てそれを青年部の人たちにみんなに知ってもらう、はい、まあ、おろすというか、で把握してもらう、はい、そういうあれなんですね。役目も上に向かって何か言うだけじゃなくて、下じゃないですけれども、コース、名誉の方たちに伝えるのも役目なんですね。そうですね、パイプ役としての役割もあります、はいはい、で石狩地区っておっしゃってましたけれども、石狩地区の農協ってかなり数があるんですか？いや、石狩地区自体はですね、炭素数で言ったら4つの農協、はい、JA 札幌と、はい、JA 道央と、はい、私道央なんですけど、はい、あと JA 北石狩という、まあ、東別町とか石狩市の北部を管轄するところと、はい、JA 新篠津という構成でなっています。あ、新篠津もとあれなんですね、石狩なんですね、はいはい、JA 道央さんというのは今までも番組でお世話になったことがあるんですけれども、まあ、本当に札幌という大都市の近郊の農業ですから、都市型の野菜もたくさん作ってるし、水筒も作ってるし、はい、もう皆さんがいろんな作物作ってる中で、まあ、もう特に夏場の野菜の時期は本当に大忙しですし、ね、出荷量も非常に多いとこなんですよね、はい、で三角さんはその、ご経歴を取材の時に伺いましたら、工業高校を出て、はい、それから日本航空の、専門学校の航空機整備科に入って、 で、はい、そこで3年間今日勤務して、はい、それは JAL エンジニアリングっていうところだそうですね、はい、その空に向かって飛ぶ飛行機の整備をすることと、その農業の機械を整備すること、なんかすごく土と空と両方知っててすごいかっこいいなと思ったんです。そうですね、はい、あと海だけ制覇すれば、はい、海の男になって、いや海の男にはちょっとあれないんですけど、はい、海の男になって、高い水産物取ってきてほしいだって違いますね、はい、その同じですか、その機械が安全に動くようにするっていうその心みたいな意味では。そうですね、そこは変わらないですね。そうですか。その修理の品質ですとか、はい、そういう作業品質っていうのは変わらないですね。この間その取材に行った時に倉庫に入らせていただきましたら、いろんな機械のパーツが入ってる引き出しがあって、はい、なんか玉手箱のような、はい、宝箱のようなもうちょっと片付けた方がいいなと思うんですけど、いやいやそんなことはないですよ、はい、それは使う人が分かりさえすればいいん で、はい、で小さい時から機械好きだったんですか？そうですね、小学生の頃からもう機械、はい、うん、はもうおもちゃというか。そうですか。帰ってきては分解して遊んでましたね。分解して遊んで、はい、お父さんの機械壊して迷惑かけたことないんですか？いや怒られたことはありますね。 あるんですか、はい、でその農業を後継ごうっていうご長男さんなんですね、はい、思いながらも一応そのお好きな機械の方の勉強して、はい、整備の勉強も特に特化してやって、そういう仕事もにもついた、はい、で何がきっかけで戻ってきたんですか？就農したんですか？やっぱり自分の家が長男、私男一人だったので、はい、やっぱり実家がなくなってしまうんじゃないかなっていう思った時期がありまして、やっぱ地元で就農してる人も、はい、同級生の男の子が同年代で10人ちょっといたんですけども、はい、もう当時でも一人しか就農してないっていう状況で、これ地域的にも、もう誰もいなくなったら寂しいなっていうのもありましたし、まあ、私たちが地元の農業をやらないとなっていう思いもあったので、はい、戻ってきました。ご自分で考えてですか？はい、お父さんに3年外に出したんだから戻ってこいって言われたとかじゃないんですか？別にそういう年数縛りも将来的にはという話も。それはちょっと取材の時に突っ込まなかったせいもあるんですけど、はい、気づかなかったです。ご自分の意思でだとは思わず、お父様との約束なのかと思って。いえいえ、そういうのは特段なかったですね。そうですか。で自分で考えて、そしたら嬉しかったでしょうね。どうなんですかね、はい、急に戻ってこられても困るところもあったと思うんですけども、はい、リスナーさんから青年部協議会について、遠くまで見渡せるので大組織の幹部なんですねってそんな幹部っぽい雰囲気出てますかね。はい、出てます、はい、威厳があります
今の農業は機械がないとダメなんでしょって書いてありますが、そうですね、うん、やっぱり農業担い手自体も大変減っていますから、はい、やっぱ機械はないとダメですね、はい、そうですね、はい、でそれを自分で直せるんですね、ある程度ですね、部品があれば、はい、あの今年の夏にですね、江別にありますヤンマーさんの、はい、ヤンマーガールズっていう方たちがいらっしゃるんですが、はい、彼女たちはちゃんと大型機械 の、 あの就職してから取って、うん、で操ることもできるし、で結構 いろいろなの農家さんからのニーズでですね、部品を届けに札幌から走るんですね、車に乗って、はい、でも自分で直せたらそういうところの人に来てもらわなくてもいいんじゃないですか。いやでもやっぱり大変なところはお任せすることもあるんですけども。あ、そうなんですか、はい、やっぱり初めて来られてわからないところとか、そういうのはやっぱプロにお任せした方がいいので。そうなんですか、はい、そうですか、何もかもっていうわけにはいきなりはいかない、ね、新しい機械は今その例えば自動操舵で、うん、ま、ドライバーっていうか運転手さんがいなくても動くトラクターとか、はい、そういうのが開発されて利用されるようになってきましたけれども、三住さんのところは面積は広いけれども、そういう大型の、機械を使うほどではない。そうですね、ある程度の大きさはあるんですけども、はい、その自動操舵だとかそういうのはまだ導入できてない段階ですけど、うん、将来的には導入したいとは思ってます、はい、あ、そうなんですか、はい、今の面積、それからどういう家族構成でやってるのか教えていただけますか。と私の家は両親と、はい、あと妻と私の4人で、はい、営農してまして、はい、面積で言ったら約21ヘクタールぐらい、うん、でやっぱ米を中心にですね、はい、12ヘクタールのお米とあと4ヘクタールの小豆、うん、あと4ヘクタールの小麦とその他メロン、ブロッコリーなどっていうところですね、はい、うん、あ、メロンってじゃあ自分の家で作ってたら買って食べないですか。買って食べないです、ね、羨ましい全く横道ですけどそこが羨ましいとこですよね。どんなに、まあ、私が手作りが割と料理好きなんですけど、素材は全部農家さんが作ってどこかで売ってるものを買ってくるでしょ。農家さんは自分で作った野菜を自分で作る使えるでしょ。そうですね、はい、そこがもう圧倒的な違いなんで、だから農家の女性たちお料理も上手だな人が多いし、うん、お好きな人も多くて工夫凝らしてやってらっしゃってるんだと思うんですけれども、そういうのお母さんは特にすごくまめにいろいろお料理の講習もやってらっしゃる方なんですよね。そうですね、好きなんでしょうね、うん、そういうのが、はい、好きなんじゃない、はい、あの正弘さんを育ててる時は愛だと思いますよ、はいはい、お料理そのものが好きなのもあるかもしれませんが、そういうようになご家庭で育って、今はその、お父様の代からやっている作物を作ってらっしゃる、はい、で何か将来にこういうふうにしたいとかいう夢とか希望とか、それからまず個人的な問題として、例えば農地をもっと広げたいとか、まあ、広げるということは逆に地域で離農する人がいてそこをやらなきゃいけないことになるという裏腹の問題もあると思うので、はい、そのあたり地域をこうのなんて言うんでしょうね、発展を願っている青年としてはどんなふうに考えてらっしゃるのか聞きたいですね。そうですね、私の地区も三原という地区ですね、うん、はい、だんだん人もやっぱ少なくはなってるんですよね、高齢での離農という形で、うん、それで次の世代につなげていくって中でも、うん、私世代もそんなに多くはないので、はい、まあ、私自身も規模拡大というか、はい、作る面積を増やして、はい、それでもやっぱり賄いきれない部分ってあるので、はい、そこはやっぱ法人化とか会社ですね、立ち上げて町の方から農業にある人を雇用するという形で、うん、それで地域農業と、まあ、新しい職というか、はい、そういう働き口も作るという意味も含めて、うん、それで地域を将来的には守っていきたいなとは思っていますね。そうですね、地域の雇用を、まあ、促進するという意味で、はい、会社組織にしたり、それから規模を大きくしてそのパートだったり正社員だったりそういう形で農業に従事して もらう人を増やすというのは、あの間接的地域貢献ですよね、はい、すごく大事なことですね。職業ないとその地域に住んでもらえないのでね。そうですね、はい、でやっぱり農業に興味はあっても、はい、自分で事業主になって農家になりたいっていうのはハードルが高いと思うんですよね、はい、そういうところでも興味はあるけど経営者にはちょっとなっていう人を雇用できれば、うん、お互いウィンウィンな関係だと思うので。そうですね、はい、でそれでは今は
30代あの年聞いてもいいですか。38歳です。38歳、はい、じゃあ48の時の三角さんと58の三角さんは立場もやり方も大きさも全然違うかもしれないですね。そうですね。でも私自身社長業にこだわりは別にないので社長って呼ばれたくない、呼ばれるよりも48になっても今度は社長って呼ぶ人が上にいるかもしれないですね。ああそうですか、はい、そう、そんな風に考えてらっしゃる、はい、いろいろ考えてる通りにはいかないかもしれないけれども変化しようという、まあ、要素はたくさんあるし、うん、したいんですね。そうですね、最終的な目標さえ達成できれば、はいはい、青年部の方たちといろいろなお話をする機会があると思うんですが、以前は今は北海道農協青年部協議会の副会長さんで、はい、北海道全体を、掌握というか把握して上でのお立場になるって言うんですけれども、その前は石狩の地区の青年部の協議会の会長さんをしてたんですね、はい、昨年までは、はい、はい、でそういうでいろんなお仲間とその盟友の方たち同じ青年部で集まってくる方たちと経営についてとかお話しするんですよね。あ、もちろんします、はい、それぞれいろんな考えがありますか。やっぱ人それぞれいろんな考えを持っていて、うん、まあ、それを聞くっていうのも、はい、自分にない考えを聞くのが刺激になりますし、はい、面白いですよね。あの言い合いになったりすることってないんですか。やっぱり自分の譲れないところ相手も譲れないところがあるとそういう機会もあるんですけど、はい、でもやっぱり農業を良くしていきたいっていう最終的な思いにはみんな変わりないので、はいはい、そこは丸く収まります、はい、そういう会にいや青年部に入ってるからこそ他の人の経営の仕方だとか考え方を知れるんですよね。そうですね、ね、それは素晴らしいことですね。それは青年部の一つの醍醐味というかそうですね、ある意義だと思いますね、うん、あのよく聞いてくださってる方から雇用の促進は非常に大事な点ですねって書いてあります、はい、嬉しいですね、分かってくれる、ね、あのまあ、聞いてる人はいわゆる消費者農家の方ではない場合がほとんどなのでありがたく思います。あのいつもご意見を寄せいただいてありがとうございます。それからその JA の青年部に入ってで今はそういうその青年部協議会の副会長として、今日のテーマ共同の力で食料の安定供給を担うというテーマでお話しさせていただくということにしたんですけれども、今年は夏から米騒動というのもありました、はい、一部の店舗ではお米一部の店舗というか、その言い方ちょっと嫌な感じするかもしれませんが私がいつも買いに行っているところは一度もなくならなかったので、店舗によって随分違うんだなって思いまして、うん、でその安定供給っていうのがね例えば食料で何を大事ですかっていう、統計を取っているところがあるんです、はい、政策金融公庫とかそういうところの定期的なデータを見たら必ず、まあ、一番は今のは今というかこの何、うんバブル弾けて以降またあれだ昔の話ですが経済性ですね要するに安いってこ こと、はい、それから勘弁であること、そして安全安心なんですよ、でだけれども安定供給っていう項目があんまりこう表に出ないのもあるし消費者にとっては少し硬い言葉なのかもしれません、で安定供給っていうのが大事だっていうのは今回のように安定的に毎月きちっと売る量を確保してくれてないと流通側が、供給されないことがあるってことを思い知ったわけですよね、はい、だから今日のタイトルすごくあの意味があると私は思ってるんですけれどもそれに対して、まあ、三角さん個人のお考えでもいいですしその青年部協議会としてやっていく中でその、まあ、青年部は経営者のその担い手農業をやっていく中のまあ、もうすでに中枢である方あるいはこの後の10年もうど真ん中で農業になっていく方ですよね、はい、その人たちにとってその言葉ってとっても重いし重要だと思うんです。それをもう今私だいぶ自分の、考えを言わせていただいたのであとは三角さんの言葉で説明していただけたらと思います。安定供給でいうと、まあ、スーパーに行けばお金を払えばお米が買えるというのはもう、はい当たり前のようなことでしたけども、はいまあ、今回のようなことが起これば、はい、それをみんな普通のことができなくなるっていうことは経験されたと思うんですよね、うんはい、その中でもやっぱり安定的に供給するための一つの組織として、はい、我々農協青年部ですけどその農協っていう共同組合っていうところが、はいまあ、よく系統とかって J グループのことを系統っていうんですけど、
この系統にお米をたくさん集めて、はい、で安定的に各スーパーだとか小売業に供給するというところは我々の使命でもありますし、はい、そこの安定さはなくしちゃいけないところなので、うん、はい、そこは大事だと思ってるんですが、はい、まあ、今回ですね、この米の高騰というところでは、はい、まあ、通称我々小系というんですけど、まあ、民間の農協以外のところですね、はい、小系というのは商業の系統、商業の系統と書いて小系ですね、はいはい、そちら流れる米も結構あってですね、はい、まあ、価格の問題で結構高い方に売ろうという農家もやっぱ多かったので、うん、はい、まあ、それでちょっとバランスというか、うん、もうお米の集まり具合も変わって安定供給これからどうなるんだろうっていう不安も出てきたんですよね、うん、はい、まあ、そんな中でもですね、やっぱり安定供給を担っている大量のロット数を扱える農協という組織があるからこそ、うん、世の中に安定に供給できるというところはあると思っていて、はい、まあ、今回そのお金の高い安いでやっぱ農業も経営者ですから、はい、そこで民間に流した人も多かったですけど、はい、まあ、選択肢として両方あるのはとてもいいことだと思うんですけども、はい、まあ、その系統共同組合、はい、共同の精神の 大事さというか、はい、将来も見据えた大切さっていうのは改めて我々農業者も、うん、確認というか立ち返って考えなければいけないなというのが今回の出来事でしたね、はい、あの農産物だけじゃなくて何を作るにしても高く買ってくれるところがあればそっちに売りたいのは作る側の気持ちとしては理解できます、はい、だけれどそれで一方で消費者としてはもちろんあの農家が来年も再来年も営農をし続けるための安定したその収入ももちろん農家には得てほしいんだけれども自分たちはあんまり高くなるあの消費者としては高くなったら困る、そして何よりも安定供給という考えが消費者の場合はもう言ったらあるのが当たり前と思う、あのお米だけじゃなくてですねスーパーに行ってもコンビニに行っても食品あふれてるので当たり前と思ってたんですが当たり前じゃないんだよってじゃあ当たり前じゃないってことは今は新米が出てから十分安定して供給されてますけれどもそれがずっと続くためにはどうしたらいいかっていうのを少し真剣に考えなきゃいけないですよね。そうですね。そうだから私の場合はもうあの年配になってあの食べ盛りの子供もいないからその価格のことそんなに細かくお米に関してはですよ、思わないのもあるかもしれないんですけどお米って1膳にしたら、大体50円から55円ぐらいなんですよ。やや高めで、そうですね、去年の値段で20円ちょっとで、うん、今年高騰しても40円ちょっとですかね、はい、そうですか、お茶碗1杯あたり、はい、そんなに安いですか、はい、この間の新米出た時の価格で計算したら53円ぐらいになったんですね、うん、ちょっと高かったから、まあ、近いものが入ってありますね、まあ、でも50円だってもしお腹いっぱいにするために食べる2000食べても100円ですよね、うん、でそういうふうに考えたら、まあ、そこだけは守っててお米だけはとにかく、夏になって劣化するようなあの温度になった場合はちゃんと冷蔵庫で保存すれば、はい、次の新米出るまで大丈夫なので、パニックにならないようにいつも1ヶ月先ぐらいまでは買っておいてくれたらいいなって思いますね、うん、そしてその農家の方たちにその、まあ、青年部協議会の副会長として、まあ、JA の青年部に所属しながらもやはり商経の方に出す人もいらっしゃるし JA と商経両方に出す人もいる、あと直売やってる人もいる、それは多様性が あるのは当然のことだと思いますけれども、どの辺でバランスを取るのが、三住さんはそのお米の方の対策の担当として、はい、自分ではどんなふうにお考えですか。自分ではって言っちゃいけないのかな。そうですね、難しい回答なんですけども、はいはい、やっぱり事前に計画してあの農協とも契約はしてますので、うん、まあ、その中のバランス約束した分は農協に出すだとか、うん、それで大体安定はするんじゃないかなと思うので、うん、そういうところは大事にしてもらいたいなと思いますし、うん、意識もですね、農協嫌いな人もたまにいるんですけども、うん、そこもちゃんと自分たちの組合なんだよってところで愛着持って運営してってもらえればなと思いますね。私はたまたま、まあ、先ほど自分の近所のスーパー大きなスーパーなんですけれどもそこでは一度も棚からなくなったことがなかったんですよ、うん、
新米にはあの 9月の下旬から入れ替わりましたけれども、だからないないってニュースで言ってるのかは全然分からなくて、本当にあの自分が買ってるとこのことしか分からないので、はい、ないって言ってる人は自分のとこ買ってるとこではないからああいうふうな発信するんだと思うし、でそんなにその渡り歩かないですよね、時間もないですし、それを考えると決まったとこから決まった量を決まった金額で買い続ける、でそのために供給する JA さんが安定して供給してくれてるところ、それがその、まあ、北海道でしたら北連っていうこうラベルというか袋に入ってるので、はい、あここはきっとあの大丈夫だ大丈夫っていうかあのパニックはならないんじゃないかっていうようなことを見て取ることもできるので、はい、まあ、それも一つの方法かなって、普段承継のところで買ってたとしてもあのもう品薄になってくるんじゃないかなと思ったら確保できるところに行くっていうこともあるし、でそれはできるようにするというのはそれこそ農協の強みなんだろうなというのは、私はそのお米に困らなかったことでつくづく思いました、はいということで、大体あの今日は、の話は、終わりにの時間を迎えようとしているところなんですが、もう一度共同の力で食料の安定供給を担うということについて三角さんの言葉で言って、あの青年部協議会の、思いを締めていただけたらと思います、はい、さっきだいぶ喋ってしまったので、はい、改めてとなると難しいんですが、はい、そうですね、まあ、JA の理解というのは我々もしなきゃいけないですし、うん、消費者の方にも理解してもらわなきゃいけないところだと思うので、はい、まあ、その辺を担うのが我々次の世代を担う青年部協議会農協青年部だと思っているので、はいはい、我々からも広報としていろいろ発信はしていきますし、うん、消費者の方もそういうイベントに会った際には、うん、ぜひ気軽に参加して農業者とのつながりというものを持ってほしいなと思います、うん、はい、そうですね、農家の方に直接していろいろな思いを聞いたらやっぱり気持ちも変わるし、支えたいその人が出しているところに、はい、から買いたいとかと思うかもしれませんね、はいはい、今日は貴重なお話ありがとうございました、はい、JA 北海道青年部協議会副会長の三角雅弘さんのお話でした。ありがとうございます。ありがとうございました。本日の番組は農業農村ふれあいネットワークの提供でお送りしました。来週はゲストに彦摩豚という、日朝さんという人が駒ヶ岳のふもとで飼ってるから彦摩豚なんですけれども、代表取締役の日朝純一さんをお迎えして北海道産の豚肉を食べようをテーマにお話をしていただきます。来週もぜひお聞きくださいね。はい、三角さんに青年部の心意気とそれからその食料の安定供給の大事さというのを、じっくりお話しさせていただいて、今日は大変有意義だったと思います。お忙しいところ江別からありがとうございました。ありがとうございました、はい、お相手は森久美子でした。来週もぜひお聞きください。ありがとうございました。